キャリーパムパム言いたかっただけです。なんか本が届いてました。佐川急便のお兄さんに、岡田さん本当にいらっしゃらないんですよね。あ、すいません、その辺適当なとこ置いといてもらって結構ですから。本当にその辺に置いてあった。ねえ、あ、頼んだわ。 YouTube 完全攻略マニュアル。おい、お前、自主映画どうしたという言葉がちらほらと聞こえてまいりまして、じゃあ逆にね、どこまでが映画なんだと、何が映画なんだと、第七芸術とか言われるシネマとかキネマとか映画とかムービーとか言われるものが何をもって映画になるのかっていうことを考えたことあります？演劇の成り立ちが、神様に捧げる神事だったっていうことはもう言うよ、もう言うよ、みんな知ってるような話ですよ。では映画の始まりは何か。フィメール兄弟が、フィルメール兄弟だっけが、シネマトグラフっていうのを考えて、ん？エジソンがキネマド、映画っていうのはもうその歴史が始まってからわずかに100年。めちゃめちゃいい本です。シナリオ構造論。これね、すごいんですよ。昭和51年発行だって。書いて、この本にこんなこと書いてあるんですよ。例えば、映画において、人のように喋るネズミは表現できないと。映画を楽しく作る本。55の低予算ノウハウ。インターネット配信もありって。今から8年前の本です。パソコン画面の一部で名刺サイズぐらいになったガタガタの映像で見られて、それでもいいのかっていうようなことが書いてあるんですけれども、僕の iMac は27インチあるんだ。30年前の映画に対しての供述、たかだか8年前の本のインターネットの供述がこれだけ現状と相違が出てきてる。それぐらい技術進歩と完全にリンクしてる文化なんですよ、映画って。映画って実は演劇を求めて進歩していったんですよ。でも映画ってずっと演劇になろうとしてたんです。こうやって映像に映ってるっていうことだって、一つの映画なのかもね。演劇が演劇である三大要素って、見られていること、聞こえていること、時間軸が現実空間よりも早く進むことなんですよ。映画の三大要素っていうのがまだ確立してないんですよね、確かね。聞いたことないもん、映画の三大要素。映画の三大要素って誰か知ってる人いる？まあ要は映画は若いと。映画は若い。まあ、とにかく新しいことやることなのかな。